スノーボードを快適に楽しむには、スノボウェアはとても大切なアイテム。しかし、種類が多すぎて、選ぶのに迷ってしまいます。そこで今回は、スノボウェアの人気ブランドの中からおすすめの商品をご紹介します。おしゃれでかっこいいものから、機能性に優れたゴアテックス素材のもの、初心者でも購入しやすい上下セットの商品まで幅広くピックアップしているため、ぜひご覧ください。リストの最初の製品は、透湿撥水ジャケットビラボン、ビラボン。柄物のスノーボードウェアですが、派手すぎないデザインとカラーのため幅広い年齢層の方におすすめできます。撥水、透湿性の高いファブリック製で、水漏れや蒸れにも強く、また保温性の高いインサレーションを採用している上に、パスポケットやゴーグルポケットなどもついており、機能性も抜群です。リストの次の製品は、ライトシェル、コーチジャケットビラボン、ビラボン。軽量なストレッチ素材を使用して作られた、スノーボードウェア。厚みのある、シェル素材も採用されており、防風効果も高くなっています。また、内側にパスケースが付いている点や、レイヤーを調整することで長めに着られる点も、魅力で、ストリート感のあるウェアを探している方や、通常の防寒着として使用したい方にもおすすめです。リストの次の製品は、エクスペディション JKT ビラボン、ビラボン。耐水圧が 15000mm、透湿性が 15000g もある、スノージャケット。防寒性の高い、リサイクルプレーンストレッチインサレーションを採用している。上に、毛素材のハンドポケットや、パスポケットも付いており、機能性に優れています。裾部の締め付けはポケットから調節できるため、面倒な手間もかかりません。次の製品は、セレモニーインスレーテッド JKT686-686。こちらは、耐水圧が 10000mm、透湿性が 10000g もある、スノボウェアで、雪、雨、風から体をしっかり守ってくれます。手首部分に、カフが採用されている上に、ウエスト部分には、パウダーガードや、パスケース、また内部にはゴーグルが収納できる、メッシュポケットが付いており、機能性も抜群です。ウィンタースポーツのシーンではもちろん、タウンユースでも十分オシャレに着こなせるでしょう。リストの次の製品は、スノーボードウェア686-686。耐久性と軽量さを合わせ持った肌触りのいいスノーボードウェアです。686ファンならすぐにわかるカラーブロックデザインが印象的で、首の周りにはメリノウールブランドのライニングが施されています。ベンチレーションやパウダースカートなど基本的な機能が備わっている上に価格を抑えている点も嬉しいポイントです。リストの次の製品は、オーセンティックランウェイジャケット686-686。686らしい流行を追いすぎないおしゃれなデザインで、長く愛用できそうなスノーボードウェアです。ウェア内側に、複数のポケットが装備されている上に、防水性 15000mm、透湿性 10000g と機能性の高いウェアとなっています。お尻が隠れるほどの丈の長さで、スタイルを気にする女性の方にもおすすめです。次の製品は、スノーボードウェアメンズソフトイエローホールデン、ホールデン。淡い黄色とグリーンの組み合わせがおしゃれな、スノーボードウェアです。フードをかぶった時の頭の後ろの緑のカラーが、ポイントで、女性でも着用できそうなスマートな作りに仕上がっています。前、身頃よりも後ろ身頃の方が長くなっていて、タウンユースでも着用できるウェアと言えるでしょう。次の製品は、レディーススノーウェアジャケットホールデン、ホールデン。一般的なスノーボードウェアよりも丈が長く作られているスノボウェア。細身のパンツと合わせて、かっこよく着こなせる仕様となっており、また、カラーは全部で4色で、ブルー、レッドなどの派手めのカラーもちょっと渋めのトーンに抑えています。タウンの防寒着としてもおすすめなモデルです。
次の製品は3層、アノラックメンズホールデン、ホールデン。ホールデンらしい、スマートで、シックなデザインがおしゃれスノーボードウェア。縫い目が完全密封されているため、雨、雪が内部に侵入しにくく安心です。また防水評価2万ミリメートル、通気性評価2万グラムと機能性の高さも魅力で、寒い時期のタウンにおいても活躍できます。リストの次の製品は、ウェア上下セットボルコム、ボルコム。2021から2022モデルのリーズナブルなセットアップです。スタンダードフィットなシルエットにボルコムのビッグストーンロゴプリントされたシンプルなデザインが印象的で、ジャケットのパウダーガードとパンツをジップでつなげられる点が最大の特徴です。つなぎのような感覚で使用できる上下セットで、1日中快適にスノーボードを楽しめるでしょう。リストの次の製品は、冬用フード付きジャケットレディースボルコム、ボルコム。可愛いパステルのプリズムカラーが印象的なスノボウェアです。襟の部分には顔に優しくタッチするスウェード素材を採用。また、裾部分のパウダーガードはウエストサイズに合わせて調節することが可能です。ボルコム独自の V サイエンス2レイヤーやポリフィル素材のインサレーションを使用している点も魅力で、機能的かつオシャレで可愛いジャケットをお探しの女性にもおすすめです。次の製品は、スノーボードウェア、デッドリーストーンズジャケットボルコム、ボルコム。ボルコムの中でも、比較的リーズナブルな価格で手に入るスノボウェアです。生地には防水性と透湿性に、定評のある、V サイエンス2レイヤーアウターシェルを採用。調節が可能なパウダースカートも装備されており、快適性の面でも隙のないウェアとなっています。カラーは全部で5色もあり、それぞれのカラーによって異なるデザインが採用されている点も注目すべきポイントです。リストの次の製品はゴアテックスジャケットボルコム、ボルコム。ボルコムチームのライダーであるアーサーロンゴの特別仕様モデル。2レイヤーのゴアテックス素材をはじめ、縫い目にフルシーム加工を施したり、特許取得のジップテックシステムを採用したりと、スノーボードをする上での快適性もしっかりと備えています。オールラウンドな仕様にも耐えうる、ストレスフリー仕様の快適なジャケットで、初心者から上級者まで幅広いレベルの方に、おすすめできるモデルです。リストの次の製品は、スノーボードジャケットシカモア JK クイックシルバー、クイックシルバー。キャッチーなカラーブロックデザインが魅力のスノーボードウェア。透湿性に優れた重軽度リフライトを採用している。上に表面には防風性と撥水性の高い生地を使用することで様々なシーンに対応できるようにしています。また、フードは細かく調節できるので自分の首周りに合わせて着用可能。ジャケットパウダースカートなどの基本機能はもちろん、使い勝手抜群な複数のポケットもついています。次の製品は、スノーウェアミッションプリンテッド JK-NP クイックシルバー、クイックシルバー。鮮やかなグラフィックプリントが目を引くスタイリッシュなスノボウェア。表地には、防風撥水機能と透湿性を備えた、クイックシルバー独自の重軽度リフライト素材を採用しています。使いやすい位置に配置されたポケットはもちろん、左胸の内側にイヤホンコード用のループが設置されている点も見逃せないポイントです。次の製品は、フォーエバーストレッチゴアテックス JK クイックシルバー、クイックシルバー。高い耐水性と透湿性を備えたゴアテックス採用のスノボウェアです。バイカラーの配色がゲレンデで映えるデザインで、シルエットはややタイトなモダンフィットスタイルとなっています。また、雪の侵入を防ぐパウダースカートはもちろん、撥水ファスナーや防水シームテーム加工も施されており、快適性も抜群。メディアポケットやゴーグルポケットも搭載されたモデルで、機能的で使い勝手の良いウェアを探している方にもおすすめです。次の製品は、スクープジャケットメンズザノースフェイス。ザ・ノースフェイス。インナーを連結できる、
ジップインジップを採用したスノボウェア。表の布は防水透湿性の高い排便な構造で、冷気や雪の侵入を防ぐスノーカフに加え、便利なワンタッチアジャスター対応フードもついています。スキーやスノーボードなどのスノーシーンはもちろん、登山やトレッキング、タウンユースなど幅広いシーンで活躍できるモデルです。次の製品は、スキースノーボードウェアザ・ノースフェイス、ザ・ノースフェイス。単体で着用できるインナーのついた、スリーウェイ仕様のスノボウェアです。2レイヤーの防水透湿素材を採用しているので、雪や雨の侵入を防ぎつつ、ウェア内の蒸れも軽減してくれます。フードはヘルメットに対応し、急な吹雪でも体温をしっかりとキープ。屋内と屋外を出入りするスキー場では寒暖差が激しくなりがちですが、こちらのモデルであれば体温管理もしっかりできます。リストの次の製品はパウダーガイドジャケットザ・ノースフェイス、ザ・ノースフェイス。3レイヤーのゴアテックス素材を採用したスノーボードウェア。山岳ガイドやレスキューでの使用を前提とした機能性の高さが魅力です。75デニールのリサイクルポリエステルを使用した表記事は耐久性に優れている点が魅力のポイント。袖口にはチケットを収納できるジッパーポケットも配備されていて使い勝手も抜群です。フードはジャケットの襟に干渉しにくい設計でヘルメットにも対応できます。次の製品は、バカイゴアテックスシェルジャケットパント浄化セットオークリー、オークリー。上下とも、ゴアテックス採用で、初心者の方におすすめのオークリーのセットアップです。ブラックとブルーを自由に組み合わせできるのも嬉しい。ポイント。膝、肘部分には、立体裁断が施されており、動きが制限されにくくストレスのないライディングをサポートしてくれます。中綿は入っていないので、インナーを着るためにも大きめのサイズをチョイスしましょう。リストの次の製品は TNP ブッツィジャケットメンズオークリー、オークリー。ストレッチ性を備えた生地にインサレーションを 80g 採用した動きやすくて保温性に優れたスノボウェアです。フロントとサイドのポケットには止水ファスナー、袖にはチケットパスポケットを搭載しています。脇部分にベンチレーションを採用している上に、ヘルメットに対応するフードは、ドローコードで調節可能。天候の変化に素早く対応できる機能が充実したモデルです。リストの次の製品は、サブテンプ RC ゴアテックスジャケットオークリー、オークリー。ブラックで統一されたシンプルなデザインが特徴の高機能なスノボウェアです。生地には、耐水性と透湿性に優れているゴアテックス素材を採用しており、中綿入りで軽量かつ暖かくなっています。また、肘部分が立体裁断になっており、動きやすさも抜群。脱着可能なパウダーガードやヘルメット対応のドローコード付きフードなど充実した機能が搭載されています。リストの次の製品は2021雪寝巻き雪寝巻き。上下セット AA ハードウェア、AA ハードウェア。約30年前に一世を風靡した雪寝巻きに現代のスペックを搭載したファン待望のスノボウェアです。90年代に登場したにもかかわらず、全く古さを感じさせないデザインが魅力。3レイヤー生地で高い防水性と耐久性を備え、ややゆったりとしたシルエットで動きやすく、ストレスのないライディングが可能になっています。次の製品は1920レディース、フィールドジャケット AA ハードウェア、AA ハードウェア。ベンチレーションや、メディアポケット、パスケースなど様々な機能が備わっているモデル。フロント部からバックにつながるスクエアのインデックスがアクセントとなり、カジュアル感を引き立てています。立体裁断、中綿入りで軽くて、動きやすいのもポイント。カラーは、全6色で展開されているので、好みの色を探すのも楽しいスノボウェアです。次の製品は2122、マウンテンジャケットブロンドコレクション AA、ハードウェア、AA ハードウェア。動きが制限されにくい、
立体裁断タイプで、1日中ライディングしても疲れにくいスノボウェアです。3レイヤー構造の生地を採用しているため、耐水性や透湿性も抜群で、すべての縫い目にはシームテープ加工も施されています。シンプルなデザインながら、ゆったりとしたシルエットがゲレンデに映える一着で、快適で飽きのこないスノボウェアを探している方にもぴったりです。リストの次の製品は、スノーボードスノーウェア AA ハードウェア、AA ハードウェア。胸元のセンターラインが、カジュアル感を引き立てるスノボウェアです。ややゆったりとしたシルエットが特徴的。人と被りたくないデザインのスノボウェアを探している方におすすめです。容易に温度調節できるベンチレーションや雪の侵入を防ぐ、ウェストゲーター、スマホなどを入れておけるメディアポケットなどの快適機能も充実しています。次の製品は、ゴアテックスサイクリックジャケットバートン、バートン。2レイヤーのゴアテックス素材を採用した耐水性と透湿性に優れたスノボウェアです。立体裁断により動きやすさが追求されています。耐水ジップをはじめ、すべての縫い目にゴア、シームテープ加工が施されているのもポイント。機能性とデザイン性を兼ね備えたスノボウェアを探している方におすすめです。リストの次の製品は、ノーボードウェア上下セットバートン、バートン。手に入れやすい価格ながら優れた防水性と保温性を備えたカバートジャケットとカバートパンツがセットになったコスパの高い商品です。ヘルメット対応のフードや YKK 耐水ジップ、マイクロフリースライナーのジップハンドウォーマーポケットなど快適機能が充実しています。初心者の方の最初のスノボウェアとしてもおすすめな商品です。リストの次の製品は、スノーボードジャケットバートン、バートン。中綿に 40% リサイクル素材を使用した、地球に優しいインサレーションタイプのスノボウェア。取り外し可能なフェイクファがおしゃれな女子にぴったりです。世界の民族柄風のデザインも温かみがあって、グッと簡単にアクセスできるゴーグルポケットやパスポケットなど使い勝手にも配慮されたスタイリッシュなジャケットです。次の製品はスノーボードウェアバートン、バートン。レギュラーフィットなシルエットと程よいカジュアルなデザインでおしゃれに着ることができます。ドライライド素材採用で防水性、透湿性も抜群。縫い目には不快な雪や雨の侵入を防ぐシームテープ加工が施されています。両脇にはメッシュライナー付きのベンチレーション、袖にはジップ付きのパスポケットを備えた機能面にも優れたスノボウェアです。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくためにチャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。